そのゼロサイタードリプルファイバー、これセミリブで今売ってるんだけども、これ170円ってやっぱりめちゃくちゃ助かりますよね。500ミリリットルも売ってるんだけども、それで約100円っていうのも助かるんだけども、味的には昔あったファイブミニのパクリなんだけども、これでゼロカロリーで、今暑いんですごい助かってますね。これもう夜の間にもう5時間ぐらいの間にもう2本ぐらい飲めちゃう感じですよね。3リットルぐらいもうガブガブ簡単に飲めちゃうんだ。これやっぱりセブンイレブンでやっぱりすごいですよね。で、弁達屋なんですけども、で、前保護責任者ドーンで一軒家みたいなとこで、で、その右と左に分かれてるような、賃貸のところで、で、外国人、中東系の外国人が大人数、十何人とか住ん、二部屋ぐらいないところで十何人とか住んでて、で、子供も多くて、で、騒音がもうものすごいっていう家あったじゃないですか。で、これで結局その続編なんだけども、で、そのいる間も結構嫌がらせとか受けてて、で、その様子も、なんかその被害者の人がその動画撮ったみたいなんで、ちょっと二つほど見せますね。はい。No, no だよ。No だよ。No だよ。こんな感じでバトルをしてたみたいなんですよね。でね、最終的にどうなったかというと、それで家賃とかも滞納して追い出されて、で、その車のね、その整備広場みたいな、そのコンテナの広場みたいなところに一家で小国、ちっちゃい国みたいのを作って、で、住んでるっていうらしいっていうのを聞きまして、生活も困ってるだろうってことで、それでちょっとなんか援助というか、ちょっと見てきてほしいってことで、また続編で頼まれたので、ちょっと行ってきました。はい。すいません。すいません。ファザー、お父さんいる？ファザー、います？あ、ちょっとお話がある。総理、前、僕、覚えてます？前来て、前のアパートの、日本語大丈夫ですか？もう結構長いんですよね、日本来てから。で、アパートのトラブルの、女性、ウーマン。アパートトラブル、101のトラブル、あれの知り合いの知り合いぐらいなんですよ。フレンドフレンド、で、これ大丈夫ですか？生活とか大丈夫ですか？もし生活があれ困ってるんだったら大丈夫？生活とかちょっとお金とか少し生活困ってる、アパートも追い出された、ここでだって水とかトイレとか大丈夫？トイレとかキッチンとか量大丈夫？あなたは今問題は何も。問題？だからその困ってるから、その心配、心配、どこから、隣の101そうそう、101のフレンド、フレンドフレンド、噂で聞いて、で、困ってるっつって、で、裁判とかも、なんていう、ジャッジメント、裁判とかでも裁判あって、で、お金払わなきゃいけないんでね、賠償、お金、迷惑、大丈夫？大丈夫、ちゃんとそれは払った方がいいですよ。お金があるんであれば。で、6月の8日の私は裁判会社と。裁判。で、もう決定したんですね。決定して、で、お金を払わなくちゃいけないと。それ、お金と裁か判から何まだ終わってない。終わってない。ああ、なるほどね。
お金ある？大丈夫？あの、うん、私はお金大丈夫。アパート、滞納ってわかる？滞納、未払い。払ってない。あの、アパートのお金とか払ってないんでしょ？払った？アパート、アパートマネー。うん、払いました。払った？あ、払った。車、売れてない？あの、なんだ？今はあなたは何問題ある私？ああ、心配。心配？うん。お金、うん、あのボランティア、ボランティア、あのお金、日本生活心配。私心配？うん。大丈夫かなと思って。うん、大丈夫。大丈夫？私は大丈夫。全然大丈夫？全然大丈夫。問題ない。お金は問題ない。お金ない？あ、お金あるんだ。うん、全然ある。車売れてるの？うん、オークション、あのだお台場わかる？オークション出してましたよね。車、うん、カーオークション、うん、はいはい、売れてます？売れてます。ヤフーオークションとか出してます？うん、ヤフーオークション。ヤフーオークションでも出せば売れるんじゃないですか？うん、ヤフーオークションは出せない。別のオークション。別のオークション売れてる？車、うんうん、全然。いや、それならいいんだけど、うん、心配になって、うん、もしあれだったらちょっとお金少しあれしようかなと思って、うん、お金少しあのゲームゲームとかして、なんかその、なんか、勝てば、ゲーム、うん、あの、タンピー系合戦みたいなことやって、説明するで。タンピー系とは、およそ5メートル離れた場所から、キレオが、相手の車にターンを吐き、それを、持ち主が体を使って防いだら1000円ゲット、車に当たったら、キレオの得点という、キレオが編み出した道具のいらない、とてもリーズナブルなゲームである。それで勝てばそのお金、まあマネー、うん、ゲームの、うんうん、ノーダメ、うん、やらない、うん、僕のその101のその女性とか友達なんで、うん、あのお金余裕があるんであれば払ってあげてください。あの悪い人じゃないんで、でその人もお金そんなに裕福じゃないので、あの結構それ精神的に病んじゃったんで、そのなんかそれは私裁判から話して、うん、なんかまあそっちの問題だけども、うん、そっちの問題だけども、あれでもお父さん結構もう日本長いんですよね、うん、日本語あんまりあれですか、その少し一番ファミリーの中で一番上手い人がお父さん、うん、あ日本だとあんまりその迷惑をかけないとか、その静かにするとか、それは大事。すいません、じゃあ分かりました、じゃあ頑張ってください、すいません。ちょっと断念したいんですけど、というように、あなたに代わって言いにくいことを直接伝える、それが弁達屋です。もちろん合法な手段で紳士的かつ論理的に伝えます。脅迫などはしません。また基本的には対象者のみに直接伝えますので、公然性はなく、侮辱罪や名誉毀損にもなりえません。伝言シーンの動画を作業報告としてYouTube に投稿しますので、このチャンネルにてご確認ください。合法的復讐屋の一面はあるものの、対人トラブルではない弁達屋の利用も可能です。例えば、代理告白。身内や知人の生存確認。応援。断りの連絡。というようにさまざまな活用ができます。ぜひあなた独自の弁達屋の利用方法を編み出してください。